まさにそうでしょう。交流戦でこそホームランありませんが、ここまで10本のホームラン、ホセロペス。ホームランが出れば逆転です。そうですか。郭泰源さんピッチングコーチですもんね。すごいピッチャーでしたけどね。まあ秋山監督、高山コーチも共に戦ってきた仲間ですよね、はい、ね。ロペスに対しての2球目です。クリーンナップから始まりました。この回先頭の3番亀井倒れて、その直後4番の阿部が初球ホームラン、さらに長野、そして村田と続きました。ジャイアンツ3連打、ワンアウトランナー2塁1塁。苦しいピッチングの沢村、キャッチボールです。さあさらなる援護となるでしょうか。ジャイアンツ高めに浮いてくる球を見逃さないことですね、はい、インサイド要求してるんですけども引っかかってますから、はい、完全な、まあ、横の引っかかりになってますからね。制球は苦しいはずですね。一つのバロメーターというリポート入りました。やはりその横の動きというのがいまいち。そうですね、はい、ですから、まあ、寺原投手も自分の狙ったところには行ってないんで、はい、まあ、それが結果的にどこに行くかですよね。さあボール先行です。さあこの当たりダブルプレーを取れるか。松田から一塁、あーっとボールが滑った。それを見てランナーが帰ってきます。思わぬ形で長野がホームイン。ジャイアンツ1点差。ホークスに守備の乱れが出ました。サードの松田から、そしてセカンドの福本、今そのそれたボールがカメラ席か、それかエキサイトシート、そのあたりに入ったでしょうか。ランナーロペスに一つ進塁が認められまして、ツーアウトランナー二塁となります。いや水野さん、思わぬ形での1点になりました ね。寺尾はいいところ投げましたよね。スライダー低めにね、はい、まさに注文通りというところでしたね、はい、まあ、村田のチャージですね、はい、一塁ランナーの村田のチャージが、そしてそのそれたボールが一度こうカメラマン席に入りましたね。カメラ席に入ってから出ましたんで、はい、ロペスは進んでないですけども、一つ進塁が認められますね。